はい、こんにちは、カズボーです。ポケットモンスターサンドムーン続きやっていこうと思います。前回ですね、このメモリアルヒルという場所を今抜けてきたんですけど、スカルダンのね、幹部のね、女性の方戦いましたね。ゴルバットとか出してきたんですけど、そしてね、抜けた先の命の遺跡、今回ね、ここで大試練があるので行ってみようと思います。ここですよね。お、イベントですね。カズボー、あ、バーネット、ディーディエが迷っていたから連れてきちゃった。ホテル潮祭での待ち合わせでも迷っていたのよね。スカルダンを見かけて避けていたのが理由らしいけど。じゃあね、私はこれからロイヤルマスクの試合があるの。それにしてもロイヤルマスクって覆面の下どんな顔かしら。これまだよくわかんないけど、なんか読めてきたぞ。なんかもう一人なんとかマスク、マキシマムマスクとかなんかいるみたいですけど、仮面かな。星雲ちゃんのためやってきました。ご覧の通り連れてきてもらったのですが、あ、アシレーヌさん元気にしてあげますね。おお、いいですね。回復してくれますね。奥にあるのがアーからの守り神、カプテテフさんの遺跡ですよ。ピュイ、もうメレメレ島でも戦の遺跡に行こうとしたり、あなたにとって遺跡とは、島の守り神さんとは何ですか。あの時心底困っていたのです。カズボーさんがいなかったら。ピュイ、あら、確かククイの。私リーリエです。ククイ博士の助手で、こちらはカズボーさん。ごめんごめん、わざわざ会いに行ったのに名前聞かなくて。カプテテフに呼ばれ遺跡をきれいにしていたのさ。カズボー、アローナの人をポケモンしてくれてありがとう。さてと、アーカラ島3人のキャプテンの試練をこなし、挑むは島クイーン、ライチの大試練。アーカラで一番ハードなポケモン勝負、ガツンといくよ。喜んで行かせていただきますよ。いいよ、あたしらの全力、あんたらにぶつけるよ。ライチさんの相棒はごつくて可愛い岩タイプのポケモンばかりさ。そう聞いてね、まあ、水ポケモン連れてきたんですけどね。おお、お、ノズパス。あー、レベル上がりそう。歌方のアリア36になったら言うこと聞かなくなっちゃうんですよね。あ、1残る。あれだ、頑丈。あー、しかも電磁波まひらせて、で、これでポケモン変えて、まあ、麻痺を治してる間になんかやられそうだからね。先読まれてる感じだね。ちょっと麻痺直し。やっといた方が利口かな。あっちもなんか回復そうだもんね。ほらな、ほらな。また1残るのかな、これって。いや、もう一発念のため、おっと違う。念のために、豊方のアリア打っておこう。ジュナイパーに変えてもよかったんですけど、今変えなくて正解だったの。また1残るのかな、これって。あ、倒した、倒した。オッケーオッケー。下手に変えない方がいいのかな、どうなんだろう。おー、危ない危ない。ガントル。ガントルってなんだろう。またとか、岩だろうね。あ、あ、あ、これか。思い出した、思い出した。あ、思い出した。これいた。これも1残るのかな。あ、やっぱり1残る。水系と見越して、あの、雷ね、電磁波打ってくるとかね、なかなかやりますよね。あ、バブル光線でいけますね。アシリーヌだけでいけそう。次なんだろう。あ、これレベル上がっちゃって36でちょうど言うこと聞かなくなっちゃうな。上がっちゃうよね。ルガルガン、ルガルガン入れ替える。あ、ジュナイパーでもいけるかな。やってみようか、ジュナイパーで。言うこと聞かなかったらね、なんかそれで足元救われそうなんでね。
なんだこれ。あ、でも岩じゃなさそうだ。何が効くんだろう。影縫い、ゴーストじゃないよね、これね。Z パワー使ってみようか。ブルームシャインエクストラ。効くかな。はい、体にまとったということでね。いけ。暗いよね、これね。ほら、ほらほらほら、ほらほら、弱点だ。これ何系だ、ルガルガンって何かの進化系かな。はい、7くんじ、いいね。お、達兵は30に上がった。簡単ですね。素敵ね。8640円手に入れたということでね、いっぱい入るね。これ、達兵進化するかな。あ、した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 。はい、達兵はね、これ、進化してもね、3回進化するんだよね。あ、こもる。30でこれってことは、次、50くらいだと思うんだけど、確か。50とか55とかそのあたりだと思うんですけどね。50かな？ね。これ巻いたポケモンなんでね、結構上げたような気があるのでするのでね。洞穴かな？ホラー穴だね。ホラー穴の奥にじっと潜み、何も食わず何も飲まない。なぜ死なないのかは不明だ。忍耐ポケモン。全力を出し切ってこそ、さらなる輝きを得るからね。あんたら最高だね。はい、岩タイプの Z クリスタル、岩 Z を授けましょう。岩系とかちょっと使ってみようかな。ノズパス欲しいな。大試練達成。あれ、岩んこの進化とかかな。岩 Z を手に入れた。岩タイプの Z パワー引き出すのはこの動き。腰のひねりと力強さがポイントだからよく見ていて。いい感じに使ってよ、岩タイプ。硬くてごつくて攻撃するのが得意。私とはあんまり似てないけど、かえって惹かれるんだよ。ヒュイ。本当に嬉しそうですね。で、リリエ、変なこと聞くかもしれないけど、トレーナーでもないあんたがどうして命の遺跡に？あ、この子遠くからやってきたのです。元の住処に戻したいのですが、何もわかっていなくて。で、遺跡が気になるようですから、何か手がかりになればと。珍しいポケモンだね。カプテテフは守り神といえど、暴れたりもするポケモン。会おうとするなんて彼らより強いポケモンぐらいよ。く？まさかね。あんたらの旅がより驚きで溢れ、さらなる優しさに包まれるように。リーレ、送るわ。トレーナーじゃないのに、ポケモンのために頑張る人って好きだから応援しないとね。わあ、ライチさん、リリータウンのハウです。勝負させて。って、カズボー、エーテル財団の緑の人が大試練が終わったのなら、ハノハノリゾートに来るようにって。エーテル財団？何の用だかわからないけど、行ってらっしゃい、カズボー。ハノハノリゾートにすぐ向かうなら、リザードンで艦隊に戻れば？空間研究所の先にある橋を渡ればハノハノリゾートよ。え、エーテル財団ですか？あ、私、ハウさんの勝負も見ていきます。ポケモンさんが傷つくのは苦手ですけれど、カズボーさんやハウさんのポケモンさんひたむきですから。じいちゃんみたいに俺強くないけど、おさまりたちのいいところ引き出す。ハウはハウでしょ？シマキング原さんの孫とか関係なしにハウたちの全力出しなよ。ということでね、なんかなんだろうね、ハノハノリゾートわかるろ？超有名なホテルろと。エーテル財団、エーテル、あ、こちらね。エーテル財団。なんかありそうだな。ここだね。ここだね。違うね。あれどこだ？ここだ。
艦隊士へ飛ぶ。ポケモンちょっと入れ替えようかな。はい、ここですね。あたい人生の楽しい探しをしてるの。楽しい探しをしてるの。もう一度島巡りをしたら何か見つかるかね。おお、なんかいるね、ジェントルマンとかね。上だな、おそらく。おお、ペリッパーっぽいのがいるな。わあ、ペリッパー飛んでる。ペリッパーの口の中に入ってみたい。運ばれたい。ペリッパー野生のポケモン？それともホテルの誰かの？アローラはね、いろんな人がやってきたから、いろんな様式の建物があって面白いよ。下は？まあ、いろいろ回ってみたいですからね。ジガルデキューブとかありそうな。ないか。ないね。ビカビカ銃。これは降りないと話せないパターンだね。中次郎様、3年ぶりのバカンスです。タレントであることは忘れ、ただのピカチュウとしてごいるりを。タレントなんだ。お、ハノハノビーチ。ムーランド、お掃除も兼ねて、ビーチに隠れた道具、全部探しちゃいましょう。なんかありそうね。ジガルキューブ。あ、いいね。ここは？ビーチでの安全を守る。僕はウォーターマン。泳いでいるのはトレーナーばかり。気をつけたまえ。ここちょっと行ってみようか。ね。まあ、次の島行きますけどね。私が優雅に過ごせるのもアルバイトをしたからよ。気になるならビーチで生拳を投げて投げなさい。生拳を投げて、生拳そういえば連れて冒険してくださいっていうコメントあったんですよね。いいもの分けてあげる。お、最高そうだ。飲みかけの方が良かった？光る汗、ぬめる、粘液、粘液、粘液、花々のビーチの風物詩、生拳投げのアルバイトを大募集しているよ。何ですか？僕は花々のビーチを管理するスタッフ。花々のビーチでは時々海から生拳が上がってくるのだ。理由は知らないが、放っておけば生拳は干からびるし、観光客が気味悪がったり踏んだりで事故につながる。だから生拳を海に返してあげなければいけない。ということで生拳投げのバイトについて説明だ。ステップ1、生拳を捕まえる。はい、2、海に投げる。ビーチにいる生拳を全部海に返したら僕に報告。どうだ、やってみないか。いいですよ、やってみよう。はい、どうやら今6匹ぐらい生拳はビーチにいるようだ。6匹ぐらいいるようだ。あ、そこ、ここ技マシンは何度でも使います。いろんなタイプの技を覚えさせることで様々なポケモンに有利な攻撃ができるようになります。まあそうですよね。これかな？これなんだこれ、なんだこれ。砂バーって何これ。全然生拳じゃないじゃんこれ。いや、ちょっと捕まえよこれ。ハイパーボールとかなんかいきなり投げたら捕まりそうな気がするけど。もう一発で捕まえたね。なんだろうこれ。水系とかかな。水と、進化するね一回ね。特殊なんかなこれも。もうちょっとで100匹。いろいろなポケモンがいるのとね。口の中に手を入れたものを操ってしまう。砂山の体を大きくさせるためだ。水じゃない、ゴーストと地面だ。いや、とりあえず預けようか、牧草送る。なんかいっぱいいるね、これね。生拳、これだ。物資。放り投げた。6匹いるのか。あー、なんか、なんだろう、なんかいろいろあるな。
とりあえずここ全部同じかもわかんないので、同じだったらね全部カットします。お、人手間だ。これはね、どうしようかな。ハイパーボールかな、捕まえられるかもしれない。これも連れてきた水系だね。足蹴りの代わりにはなるかな。お、一発。39になっちゃいました。ワニキーも28ですね。あ、進化した。はい、ゴーリキーに進化したと。進んで重労働を手伝う。自分にとってのいい筋力トレーニングになると知っているから。人手マン、人手マン、まあ、これは確か水の石だったかな。これ進化するの。星型ポケモンネオラントなどにかじられるが、赤いコアがある限りすぐに再生するので気にしていない。そうですね、再生できるんだよねこれね。あー、じゃあどっちみちね、ゴーリキ入れてもしょうがないから、目のクラゲ進化させようと思ったんですけどね。あ、ダグトリオでいいや、とりあえずは。お、なんか星のかけらを見つけた。あ、ね、もう一個ですね、まあ、今回この島出るまでやろうかなとは思うんですけど。お、一体だけ。はい、なんか落ちてますからね、これも拾ってね。なんだ、普通にあそこ調べに行こうと思ったら来ましたね、なんかね。あ、メノクラゲか。お、ブービーが上がりましたね。ブーバーならないかな。あ、なったなったなった。よしよし。色なんか得られる。これで炎系もまた違うポケモンを育てられますね。はい、ブーバーに進化した。はい、怒ると全身から灼熱の炎を吹き上げる。相手を炭にするまで収まらない。運動ない皮膚ポケモンということで、なんかねモンスターボールが沈んでるのでね、うん、あの無理やりエンカウントですね。メノクラゲかなこれも。お、お団子真珠だって大きいのかな？ん？なんだ？お、毒針。メノクラゲですね。あとはトレーナーとかもいるでしょうから、ね。戦って、生拳投げて、次のとこ行って終わりにしましょう。海ってビーチっていいよな。いるだけで心でっかくなる。
イパー野郎イサミが勝負仕掛けてきた。ハイパー野郎がだいぶ筋肉質になったの。弱し、弱しね。前なんか本当にキャップかぶっててね、メガネつけててね、なんかヒョロヒョロだったんですけどね。いや、まずい。これはまずい。まあ、葉っぱカッター効くからいいですけど、2発ぐらいかな。あ、一撃だ。あ、よかったよかった。急所ですね。今の俺、負けても許せるな。うん、そんな大したことないですね。お金だけください。勝ち負けこだわらず、エンジョイする勝負もいいさ。まあ、とりあえず回ろう。うふふ、ちょっと退屈しのいじゃう。まあね、後で来るのね、大変なんでね、今のうちね、全部倒しちゃいましょう。はい、これは誰だ。ビキニのお姉さん、マナミ。お、コダックですね。まあ、これも葉っぱカッターで揉んであげましょう。いやーん、あなたちょっと刺激ありすぎるわよ。そうですか。あとなんかいそうだけどね。お、黒いメガネ、黒いメガネ。あとは誰かいるかな。いますね。風よし、波よし、何より俺の。ちょっと読めませんでした。なんとかよしって書いてましたけどね。はい、キャモメ。エイタ。お、ドジョッチ。これも釣りたいんですよね。まあ、いる場所はわかるんですけど。カモメたち、機嫌悪かった？ご機嫌で技を出してりゃ流れを引き込めるっしょ。そういうもんではないでしょう。お、まだいるね、いっぱいね。大胆なビキニで大胆に攻めちゃう。まあ、今回ちょっとパート長くなっちゃいますね。ビキニのお姉さんの源ってなんだ。ここら辺にいるのか。まあ次回次の島行ってもいいけどね、別にね。ここだけ今回回ってもいいし。長いようでしたら。まあ予定はね、常に変わるものであってね。まあ次の島行って終わろうと思ったんですけど、まあまだいるようでした。ナムコ星の件もあるのでね。シェルダ。まあ全部ジュナイパーで行けますからね。で、ポケモン変えてね、次行けばいいですからね。また進化いろいろさせたいんでね。あとあとね、これ進化とかさせてね、ポケモン集めるとね、本当に、ただのね、作業ゲーになっちゃうんで、ね、こうやりながら集めていった方が、本当に効率いいんですよね、ポケモンってね。第二進化まではさせて、上がりそうになかったら違うポケモンに変えたりね、ずーっと持ってたらそのポケモンだけになっちゃうんでね。ビキニとポケモン勝負何の関係もないのよ。そうだね、そうだね。なんか怒ってる。ですね、今回海回って、ね、まあ珍しいポケモンとかね、まあここにいるんでしょうかね、シェルダーとか。はい、竜太郎。さあ何を出す？ギャラドス。ギャラドスは強いぞ。一発はいかないんじゃないか。
まあ、全部ジュナイパーでいきますけどね。ジュナイパー、レベル育成も言うこと聞くのでね。この威嚇がね、結構、ね、癖もんですよね。うん、やっぱり強いよね。いけるか。あー、いけない。そう、光合成とか使いたいけどな。やってる間にやられちゃいそうなんで、他の対戦に使いましょう。はい、手ぶらだけど払う証券は持ってるよ。全部1200ですね。モンスターボールのしまい場所、それはカイパン野郎の謎だね。カイパン中だろ。大ボール。あと1匹じゃない。あと1人ぐらいいそうですけど、こっちに。ほら、いたいた。お、なんかちょっと違う。あなたのパートナーはポケモンどうやって選んだか教えて。これ戦っといて損ないんですよね。図鑑に埋まるので、まあ、捕まえてなくてもね、分布とか分かったりするんでね。ビキニのお姉さん、めぐみ。まあ、ビキニのお姉さん2種類いるんですね。お、生拳。これ欲しいんですね。あは、こんなんなんだ。まあ、なんかじゃ進化するんでしょうね、生拳もね。メロメロのようだ。はい。飛び出すな、なんだそれ、落ちた。おお、ジュナイパー倒されちゃった。まあ、これ最後かな。じゃあ、ジャイロボール。ジャイロボール。鋼。保護色、スピードスター。スピードスターいらない。はい、パートナーを決めかねるのって条件多いからよね。生拳危険ですね、これね。はい、毒消し。なんかいるようでしたらね、生き返らせなくちゃないので。ラプラスいいよね。次回に乗るとひんやりしてさ。そうなんだ、ひんやりするんだ。よし、もういないか。じゃあ生拳を投げまくりましょう。ここにいたね。はい、海の方に行く。あと全部投げてね。まあ、回ってれば。いたいた。これ4体だよね。これ釣りしたらおそらく釣れるんですよね。いたいた。あと1体。んー、上かな？お、いた。はい、ビーチから生コーチなくなった。やったぜ、バイト君。ビーチにいたナマコウシはみんな海にダイブした。これでビーチの安全とナマコウシは守られた。実にいいバイトぶりだったよ。ナマコウシ投げのセンスもある。バイトダミーも弾んでおいた。遠慮なく受け取ってくれ。え、2万円ももらえんの？ナマコウシはアローラ地方の名物ポケモン。でも良さがわからない。観光客もいて悲しい。いくら海に返しても明日にはナマコウシは帰ってくる。また暇があるときはバイトに来てくれ。いいよね。2万もらえるって何それ。生拳6匹投げただけで2万もらえるってとんでもない効率の良いバイトですよ。はい。ということでね、この中ですよね。じゃあ次回ね、次の島行けるのかな。なんで、ポケモンもね、入れ替えて、まあ、レベル上がったらね、進化しそうなポケモンとかね、変えてね、まあ、バランスよく調節したいと思います。電気系とかもちょっと鍛えたいかなと思ってるんでね、いればね、変えてやろうかなと思います。では、ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。